この動画は6月の14日に撮影したものです。すでに新パックの情報が若干解析情報的な感じで流れてきてはおりますが、それ以前に撮影したものであるということをご了承いただきながらご覧いただければ幸いでございます。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回はですね、次回の新パックにて実装されるんじゃねえかなっていうテーマ予想していきたいと思います。予想動画です。今日はこの内容はですね、ディスコードのメンバーが予想していたものでございましてですね、こうちょっと動画に差し出くっていう感じなんですけども、あくまでもただの予想でございますんで、予想です、ただの予想。当たったらちょっとすごいけど、まあちょっと予想だということをご了承いただきながらご覧いただければなというふうに思います。ちょっと2テーマほどね持ってきたんで、ご紹介していきましょう。まずね、予想する上での大前提として、最近ですね、デュエルリンクスに実装されるテーマはなんかアーク5っていうアニメのテーマが多いんですよ。例えば、超獣武者スーパーヘビーサムライですね、とかあと DD とか、まあ、ムーンライト月光ねとかなどなど、結構アーク5発のテーマが多くて、で、まあ、ちょっと詳しくは言えないんですけども、ゲームの内部情報でドラグニティのモンスターのレアリティ変更があったらしいんですよ。どうやらね。で、このことから、我々が予想したのは次のパック、おそらく風属性なんじゃないかなと。ドラグニティしかり、風属性なんじゃないかなっていうことと、あと最近のアーク5テーマが実装される流れからして、アーク5初かつ風属性のテーマが来るんじゃないかっていう予想を元にして、予想しました。まずね、候補1、スピードロイド。これね、アーク5っていうアニメでユーゴさんっていう、まあ、イケメンのキャラクターが使っているシンクロ召喚を主体に戦っていくデッキなんですよ。聞いたことあるんじゃないかな、クリスタルウィングシンクロドラゴン。聞いたことあるでしょ、クリスタルウィングシンクロドラゴンとかクリアウィングシンクロドラゴンとか。属するモンスターがスピードロイドは風属性と機械属っていうので統一されている、まあ、モンスター群でございまして、まあ、エースモンスターはさっき言った、クリアウィングとかクリスタルウィングシンクロドラゴンとかになるんですよ。多分ね、クリスタルウィングシンクロドラゴンがさすがにぶち壊れてるんですよ、性能がね。OCC でさえめちゃくちゃ強いみたいなモンスターなんで、ちょっとさすがにクリスタルウィング来ないかもしれないけど、クリアウィングはね、でもね、来てもいい性能してると思うんですよね、俺個人的には。ちょっと紹介していきましょう。まずエースモンスタークリアウィングシンクロドラゴン、召喚工場、その美しくも大しき翼翻し、光の速さで敵を撃て、シンクロ召喚現れろ、レベル7クリアウィングシンクロドラゴン。かっこいいでしょ、かっこいいんですよ。7シンクロ、風属性ドラゴン属で2500-2000っていうステータスですね。ブラックマジシャンっぽい、ステータスします。効果がね3つあって、丸1番、レベル5以上のモンスターの効果の発動が、無効にして破壊できるよ。レベル5以上ってちょっと指定されてるんですよ。だから、ね、下級モンスターの効果は無効にできない。で、丸2番、レベル5以上のモンスターを対象に取るモンスター効果を無効にして破壊する。これ自分だけでもいいし、相手もいいんで、例えば、まあ、アレイスターの相手の打点上げる効果とかも無効にできますね。それから丸3番、無効化してモンスターを破壊したら、そのモンスターの打点分も吸収して自分の攻撃力に加算するっていう効果。結構面白い効果を持ってるんですよ。まあ、要はレベル5以上のモンスターの効果大体無効にできるんで、まあ、結構強いんですけども、まあいろいろと、まあ、弱点はあって、まずそもそもその発動する効果を無効にしたりするんで、基本相手の効果待ちのモンスターなんですよね。これが立ってて発動する効果ってあんまやっぱ使わないじゃないですか、基本的にみんな。だから自ら打点を上げに行くっていう場合は、自分で自分のモンスターの効果を無効にしたり謎プリンクですよね、いうことをしないといけなかったりとか、あと発動しない効果、永続効果とか、あっち系の効果無効にできないんで、ちょっとそれもね微妙ですね。あとは下級モンスター結構強いの多いでしょ。サイバードラゴンコアとかロットとか、あとモノノベとか、そういうモンスター強いんで、下級の効果を止めたいっていうシーン結構リンクスだと多いんですけども、まあ、それができないっていうので、ちょっとねそこまで過信できないんですよね、この効果。うん、
で、まあ、あのレベル5以上のモンスターの対象に取る効果を無効にできるよっていう効果は結構相手の効果にもあのアレイスターとかそっち側の効果にもあの使えるんで、まあ、なしでないかなと思うんだけども、リンクスだと意外とね考えてみたんだけどそんなになんか刺さる盤面って多いのかなってあの思うとそうでもないかなっていうのはちょっと思うんだよね。例えばね、あの、まあ、刺さるとすればブラックローズドラゴンとかのブッパーはできなくなるし、あとクリストロンのグリガンとかの方も無効にできるし、あとライトロードとかのなんかレビオニアとかそういうのも無効にできるんで、まあ、そこそこまあこういう効果は強かったりする。ただ注意しないといけないのは例によってあの突起できるパターンなんですよあのモンスターの効果が発動した時に発動できるっていうあのパターンの効果、まあ、天罰とかそっち系の効果なんで直接性チェーンしないといけないっていう。だから例えばレビオニアの効果になんか、違うエクリプスバイバーンの効果とかが挟まっちゃうと、まあ、直接チェーンできないから無効にできみたいなことにもなりかねないので、これ過信できないですよね。別に、ね、そんなにね、だからね冷静に考えるとそこまで強くはなさそうな気がしていて、多分ね来てもいいと思うこいつは。でもう一体のクリスタルウィングシンクロドラゴンっていう方なんだけども、こっちはバカ強いんでちょっとマジで来たらやばいんですけど、来たら事件なんですけど、まあ一応効果、まあシンクロ召喚工場、神聖なる光蓄えし翼きらめかせ、その輝きで敵を撃て、シンクロ召喚いでよレベル8クリスタルウィングシンクロドラゴン、かっこいいっしょ。かっこいいしね、こいつはバカほど強い。8シンクロで風属性ドラゴン族レベル、8の、32500っていうステータスですね。あのブルーアイズ同じあのステータスで、チューナープラスチューナー以外のシンクロモンスターっていう、要は素材にシンクロモンスターを指定しているんで、ちょっと出し方工夫しないとあの出しにくいモンスターですね。でね、効果は2つあるんだけども、基本的にマジで強いです両方とも。まず1つ目、発動する系のモンスターの効果を問答無用で無効にします。問答無用でめちゃくちゃ強いです。だから下級モンスターの効果も無効にできるんで、まあ、これもねまた突起できるパターンなんで、まあ、ちょっと注意しなきゃいけない部分はあるんですけど、まあまあ無効にできる範囲は広いのでね、あのクリアウィングよりもまあ強いと。でレベル5以上のモンスターと戦闘する場合、まあリンクスだったら大体エースモンスターってのはレベル5以上ですから、そういうモンスターと戦闘を、まあ、する場合、相手の打点分攻撃力が上がります。これがねバカ強いですよ。だから戦闘では基本的に突破できませんこのモンスター。基本的にはね、効果無効にしない限りは、クリスタルウィングシンクロドラゴンを殴ってきたモンスターの打点分上がるから、まあ、しかもこれ効果がダメージ計算時に発動するっていう効果なんで、アレイスターの打点分とかもなんかまとめて上昇するんで、まあ強いんですよこいつ。やばいでしょこいつ、やばいんですよ。しかもねかっこいいっていうね、見た目バカかっこいいっていう、これがまあ一番 あの要素なんですよね。でちなみにあのモンスター効果無効にした場合はあのクリアウィングと同じで、あの無効にしたモンスターの打点分自分 あの攻撃力がアップするんでね、まあ強いですね。あのリンクスに来たらコンセントレート一発であの上級モンスターぶん投げれば勝ちです。あー簡単だ、非常に簡単ワンキューの方向、まあ、出し方がねちょっと難しいんですけどね。でじゃあどうやって出していくかっていうと、スピードロイド、下級モンスターっていうのはね本当に優秀なんですよ。めちゃくちゃ優秀なんですよ。まあ、未だに OCG でも使われている、モンスターも多いですね。ギミックとして、要は下級モンスターが汎用的なモンスターっていうことですね、効果が。例えばね、スピードロイドベイゴマックス、あのスピードロイドモンスターって下級モンスターがなんかおもちゃ、あの昔のなんかあのおもちゃみたいな名前してるんですけど、スピードロイドベイゴマックスは、火星属性機械属レベル3で、 OCG でもね禁止じゃねえや、制限カードなんですよこれ。1枚しか入んないよっていう、そのくらい強いです。めちゃくちゃ強い、こいつ1枚でなんとね7シンクロまで持っていけるぶっ壊れカードとなっております。多分リンクスには来ません。まあ知らないで言うところのモノノベとか、まあ、そういうあの位置づけのモンスターなんですけども、多分来ねえと思うんだよな。これめちゃくちゃ強い。一応効果説明しとくと、あの自分の場にモンスターがいないと特殊召喚できるよっていうジャンクフォワードの効果を持っているのと、あと召喚が特殊召喚に成功すると、スピードロイドサーチできるっていう、まあ、エアーマンですよね基本的には。あのジャンクフォワードプラスエアーマンみたいな効果を持っています。こいつやばいでしょ、ぶっ壊れなんですよ、やばすぎでしょ。召喚剣も使わずに特殊召喚してサーチするんで何しとるんみたいなことですよね。こいつはさすがにやばい来たら。でじゃあ何をサーチするかっていう、あのそのベイゴマックスでね、で何をサーチするかっていうと、竹トンボ、竹
タケトンボーグ、スピードロイドタケトンボーグっていう、これね、風属性機械属レベル3のモンスターで、風がいると手札から特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですね。だからこいつで、ベイゴマックスでタケトンボ持ってきて、タケトンボを特殊召喚していくっていう流れになるんですよ。でタケトンボは何するかっていうと、自身をリリースするとスピードロイドチューナーをデッキから特殊召喚すると。だから、知らないでいうところの、なんかその、影物みたいなイメージですかね。あれ、自分自身をリリースして、デッキからチューナー特殊召喚すると。だから、ベイゴマックスでタケトンボ持ってきて、タケトンボ特殊召喚してってやっていくと、召喚権使わないで、チューナーとチューナー以外のモンスターが並ぶっていう。めちゃくちゃ強いでしょ。聞いてるだけでもうやばいっていうことわかりますよね。多分ね。で、チューナーモンスターは、いくつかあると思うんですけども、スピードロイド、アカメルダイスっていうのが今一番アニメで使われていて有名なモンスターで、風属性、機械属レベル1のモンスター。で、召喚か特殊召喚に成功するとしたときに、他のスピードロイドを、レベル変動できます。あれですね、サイキックリフレクターみたいな感じ、のレベル変動のさせ方するんですよね。だから、1から6ってことは自身がレベル1なんで、2から7のシンクロが自由自在にできるってことなんですよ。ベイゴマックス1枚から召喚権を使わずにレベル2からレベル7のシンクロ召喚が自由自在にできるんですよ。やばいでしょめっちゃ強いんですよ。だからね、多分ね、この辺はね、多分ね、歯抜け実装、実装されるとしてもリンクスに歯抜け実装になるかなと思うんですよ。よくやるパターンですよね。なんかすげえビビって、この間のあのまやかしもそうだけど、あのリンクスに実装するカード、とりあえずなんかその1枚ショートみたいなすげえ強いあのカードは、歯抜けさせてクソ事故る構築にしかならねえみたいな感じで実装してくるっていう、これがねリンクス運営のやり口。多分、スピードロイドももし実装されるとしたらそうなると思うんだけども、ただし特殊召喚、例えば竹トンボーグとかだと風しか出せなくなったりとかいう縛りがあるんで、風属性デッキと相性は結構いいっていう、そういう感じですね。クリスタルウィングはさすがに多分強すぎると思うんですけど、クリアウィングくらいだったら許されてもいいパワーなんかなっていう感じはするんでね。はい、なんでちょっと一応、候補1として予想しておきましょう。で候補2、ウィンドウィッチ。これもね、風属性魔法使いのテーマでございまして、アークファイブっていうアニメで、リンちゃんっていう、キャラクターが使う新規の召喚を主体としたテーマですね。エースモンスターはね、一応いるんだけども、ウィンドウィッチ。どっちかっていうとね、上級そんな強くないですわ、ウィンドウィッチって。スピードロイド のエースモンスターであるクリアウィングとかクリスタルウィングと相性がいい。要はね、家系モンスターがちょっと出張パーツみたいなとこがあって、ただし風属性デッキの縛りがまたつくパターンがあるから、風属性デッキと相性がいい。風属性デッキへの、出張パーツみたいな感じかな、イメージ的に言うと。でね、ウィンドウィッチ自体、そんなカード多くないんですよ。そんなにカードが多くない、要は OCG に存在しているカードプールがそんなにないということで、一応下級モンスターちょっと3種類くらい説明しておこうかと思うんですけども、ウィンドウィッチアイスプールっていうモンスター、レベル3の風属性の魔法使い族、自分の場にモンスターがいなければ特殊召喚できると。これよくアーク5あるあるなんですよね。だいたいなんか場にモンスターいねえと特殊召喚しがちっていう、ジャンクフォワードみたいな効果を持っていて、でアイスプール特殊召喚される とデッキからウィンドウィッチを特殊召喚します。要は、修羅類のモノロベみたいなイメージですかね。で特殊召喚に、成功して、要はデッキからモンスターで出てくるんで、2体並ぶから、チューナー出してくれば、シンクロ召喚できるよねっていう感じ で、おまけで、通常召喚とか特殊召喚に成功すると500番っていう効果がついています。即座に7シンクロをつなげられて、このグラスベルっていうウィンドウィッチグラスベルっていうモンスターがいるんですけども、これがチューナーなんですよ。だから、アイスベルでグラスベル出してきて、3と4でチューニングして7シンクロしていくっていう感じですね。で、アイスベルの効果が数属性しか出せなくなるっていう効果を持ってるんで、クリアウィングとかを出していくっていうイメージですね、基本的には。で、グラスベルの方は、通常召喚か特殊召喚に成功すると、ウィンドウィッチをサーチできます。この効果にも風属性しか出せなくなるっていう効果、縛りついてるんでね。なんで、これでじゃあ何持ってくるかっていうと、もちろん高速のアイスベルとかでもいいんだけど、スノーベルっていうチューナーがいてね、それがレベル1の風属性魔法使いのチューナーモンスター。風属性が2体以上いて、で、フィールドに風属性しかいなければ特殊召喚できるよ。だからアイスベル、グラスベルで、グラスベルの効果でスノーベル持ってきて、スノーベルを特殊召喚できるよっていうことですね。召喚権を使わずに3体、モンスターが並びます。はい。ちなみになんですけど、すげえどうでもいい情報なんですけども、アイスベル特殊召喚してグラスベル出して特殊召喚してスノーベル特殊召喚すると、3体召喚権を使わずに並ぶんですよ、モンスターが1枚初動で。
だからね、オベリスクとか出せますよ多分やろうと思えばね。あれ、あの特殊召喚じゃなくて普通にアドバンス召喚で、ちょっとただの召喚なんで、結構あのそういうことはできたりしますですね多分ね。でまあ綺麗な動きとしては、アイスベル召喚、特殊召喚して、でグラスベル特殊召喚して、でスノーベル持ってきてスノーベル特殊召喚して、でグラスベルと、アイスベルでクリアウィング出して、でクリアウィングとスノーベルでクリスタルウィング出すっていうのが多分一番綺麗なあの動き方だと思うんですけどね。まあ、これが多分、まあ多分ニンクスだと、まあ、どこまでできるかっていう話があるんで、またちょっとこれはあの、運営さんに期待って感じでしょうか。というわけでいかがでしたでしょうか。あくまでも今回ただの予想なんでね、その辺、その点ちょっとご了承いただければなというふうに思っております。それでは、また次回のね、動画でお会いしましょう。スピードロイド来てほしいね。ではバイバイ。